はい、どうもこんにちは。じゃあ今日も皆様の5分プランク始めたいと思います。スイッチオン。よいしょよいしょ。さて、というわけで、今日は何の話をしようかなというところなんですけれども、まあね、過去にちょっとバンドで経験させてもらったことの話なんですけれども、ヒット祈願をしに行った時の話。まあね、やっぱこの音楽業界、もちろんみんなね、いろんなこと考えて自分たちの曲を売ろうとするわけですよ。こういうアレンジが流行ってるんじゃないかとか、こういうことを歌えばいいんじゃないかとか、ジャケットはこういう風にすれば 目を引くんじゃないかとか、まあいろいろね、試行錯誤して作品を作るんですけれども、その中でも神頼み、ここもやっぱ大事だと思うんですよ。本当ね、やっぱ計算だけじゃしつく分かりえないことがやっぱたくさんあって、まあ困った時のではないですけど、やっぱね、少しでも何かできることがあるならばっていう意味ではね、神様どうか我々の作品を売ってくださいとお願いするようなこともあるわけです。これをね、まあ別にね、まあこれを、まあ僕たちは一つのイベントごととして、バンドでね行ってたりしたんで、本当だからもう会社ぐるみで事務所の人間と一つのね、企画として、作品を出したらそれのヒット祈願に行くってことを、まあ当時やってたし、まあ、まあ、本当もう昔、これ何年前の話だろう、十何年も前の話でそう話なんですけども、まあやってて、その時の話なんですけれども、まあ車乗って神社まで行くわけですよね。ほんでこう神社の中に入って、まあ一応イベントごとなんで、あのまあファンの方も来られるっていうのがあったんで、一応メイクとかもするわけですよ。ちゃんとこのなんていうんですかね、こう神社の中の境内の中のこうすごいね、なんですかね、こう見た目も華やかな艶やかなところでこうね、メイクさんもメイク道具出してなんか自分の中ではですよ、これいいのかなって、ちょっとバチ当てるんじゃないのかなとか、神様よろしくお願いしますとか思いながら、まあそこでメイクをさせてもらって、ちゃんとこう服も着させてもらって、あのなんですか、袴とこの羽織、名前ちょっと僕わかんないですけれども、あの神社でこうちゃんと神主さんが着てるようなやつではない、まあでもああいうやつです、あのすごいちゃんとしたやつ着させてもらって、ヒット祈願するわけですね。でヒット祈願するときに当然バンド名、メンバーの名前、そしてその時の作品名みたいなのもあらかじめ提出してあるんですね。こう書いて、これの名前を読み上げてくださいねみたいなやってやってでまあまあ時間が来たら、こうみんな、清掃でなんていうんですかね、こういわゆるの皆さんのね、あの経験あると思うんですけど、仮詰めた空気というか、こう神社ならではのこう独特の緊張感みたいなのあるじゃないですか。そんなんかこうそそくさでね、な颯爽と歩いて、みんな言われた通りの手順に座ってな、ありますね、こうお辞儀難儀とか、ちゃんと本殿座ってこうあれが始まるわけですよ。神主様が来られて、こうお祓いして、こうあれを開いて読み上げるわけですよね。まずバンド名から、サイクルシェイム、何年の何月何日リリースのヒット祈願のかしこめかしこめみたいな言ってくるんですよ。でまあそこから、ね、メンバーの名前を一人一人読み上げてくるわけですね。まあボーカルから読み上げていきます。サイコルシェイム、ボーカル大師、ギターリーダーって、まあ順番に呼んでいくわけですよ。まあ僕ドラムなんで最後じゃないですか。ボーカル大師、ギターリーダー、ギターやベースシークって、さあ次いよいよ僕呼ばれるわけです。ちなみにファンの方とかも一緒に見られてるんですね。あとまあちなみに一般の方もいらっしゃいますっていう状態で、さあいよいよ僕呼ばれるぞっていうところになってて、さあベースシークの次僕じゃないですか。一呼吸あったんですよ。何この間って思ったんですよ。一瞬神主さん悩んだんですよね。え、俺の名前ちゃんと書いてもらってないって一瞬悩んで、あの読み上げてくれたのが、うさまって言ったんですよ。うさまいや、ゆらさまってちゃんと書いといて、誰間違えたので。しかもその当時、ちょっと世の中的にあのビンラディンさんがちょっとね、あの有名になってた時だったんで、うさまって言った瞬間もうみんなざわついたんですよ。えっていや、なんかわかります、ヒット祈願で行ったのに、いやまあね、我々のバンドヒットしたと言えることかわかんないですけども、ひょっとしたらあそこできちんとゆらさまと呼んで読み上げといてもらえたら違う未来があったのかもしれないなっていう話です。
いや、一番ビビったの僕ですからね。いやいやいや、サマダケンや合ってるのって思って。っていう話です。ありがとうございました。